平田洋介の通算成績が桁違いだった W。2019まで早うやっとる。年上の大島が成功なだけに本幕そう。別に失敗ではないでしょう。今年はダメだけど。思ったよりホームラン打ってない。2018はよく見えるけど本塁打も打点もうんちやし他がしょぼいからよく見えるだけやろ。1億の価値もないわ。投射費ならスラッガーやぞ。なごどだから。ってマジで逃げだよな。ビジターだって70試合以上はあるんだから20本くらいは打てや。5年契約今年までなんか球団的には逆に良かったやん。スマホゲーのやりすぎで目が悪くなって打てなくなった説好き。動画を作成する活力になりますのでチャンネル登録していただけると震えます。